今日8月27日木曜日の15時、フィリピンの東の低圧部が熱帯低気圧と解析されました。周辺では積乱雲の発達が活発化していて、高い海面水温の影響でさらに発達し、今後台風になる可能性があります。日本に近づく可能性もあるため、今後の情報に注意をしてください。太平洋では海面水温が30度以上となっていて、熱帯低気圧が発達しやすい環境となっています。上空の風の流れなどにもよりますが、このフィリピンの東で発生した熱帯低気圧についてもさらに発達して台風になる可能性があります。熱帯低気圧の進路は太平洋高気圧の勢力やジェット気流の流れ次第のため、まだ断定できません。今後も最新の情報をこまめにご確認ください。